どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA アメックス一般カードと ANA アメックスゴールドクレジットカードですね、こちらが新規入会キャンペーンということで、先日までね、この2枚のクレジットカードね、新規入会キャンペーンね、行われてたわけなんですけども、11月の5日にですね、こちらの2つの新規入会キャンペーンが変更になりましたので、今回の動画ではですね、こちらを解説ね、やっていきたいなと思います。まずね、ANA アメックス一般カードの方はですね、前回最大 44,500 マイルがね、獲得することができて、ANA アメックスゴールドクレジットカードは最大 92,000 マイルがね、獲得することができたんですよね。こちらが変更になってですね、少しね、獲得できるマイルも下がって、利用する金額もね、下がったっていった形になりますんで、まあ、入会キャンペーンとしてはですね、利用金額少し下がりましたので、今までのキャンペーンで、決済事業ね、ちょっと達成するの厳しいなっていうふうに思われてた方はですね、少しね、達成しやすくなったかなっていうふうに思いますので、ANA アメックス一般カード、ANA アメックスゴールドクレジットカードですね、こちらね、発行検討されている方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。それではまずですね、ANA アメックス一般カードからですね、こちらのクレジットカードの券面ですね、年会費が7000円。プラス税金っていう風になっておりまして、貯まるポイントがアメックスリワードポイントがね、貯まるわけなんですけども、ポイントをですね、 ANA マイルに交換する際にですね、年間6000のね、手数料がかかるクレジットカードっていう風になります。こちらね、年間でね、自動更新っていう風になるわけなんですけども、まあ移行手数料ね、6000円かかってしまうっていう風になりますんで、まあ実質ね、年会費みたいな感じで13000円がね、かかってくるっていった形になります。で、こちらのクレジットカードですね、 ANA のクレジットカードっていう風になりますんで、まずね、入会するだけで1000マイルがね、もらえるっていう風になっておりまして、でですね、新規入会キャンペーンということで、入会後3ヶ月以内に10万円決済していただくと6000ポイント、25万円決済していただくと1万5000ポイント、35万円利用していただくと1万8000ポイントということで、こちら合計35万円ね、利用した場合ですね、通常の利用分が3500ポイントね、作っていただく形になりますんで、合計で4万3500マイルがね、獲得することができるっていった形になります。で、こちらのクレジットカードですね、ANA のクレジットカードっていう風になりますんで、ANA にはですね、ANA がやっているマイトモプログラムっていうのがあるんですけども、こちらね、既存のね、紹介者の名前と番号ですね、こちら入れていただくだけで、プラスね、500マイル獲得することができるっていった形になっておりますので、こちらね、ANA のカードは初めての方限定っていう風にはなるわけなんですけども、こちらはね、500マイルもらえますので、合計すると4万4000マイルがね、獲得することができるっていった形になるんですよね。こちらのね、マイトモプログラムはですね、ANA の公式がやってるキャンペーンっていう風になっておりまして、概要欄にね、公式サイトを載せておきますので、これからね、ANA のクレジットカードね、初めて発行される方はですね、周りにね、ANA のクレジットカード保有している方ね、いらっしゃらないか、ぜひね、確認していただいて、いらっしゃらなければですね、私のっていうね、冗談はいつも言わせていただいてるんですけども、ひとまずですね、発行する際はですね、確実にこちら申し込んでからですね、発行していただければなと思います。それでは次にですね、ANA アメックスゴールドクレジットカードですね、券面がこちらっていう風になっておりまして、年会費が3万円プラス税金っていった形になります。ゴールドカードの方はですね、ポイントを ANA マイルに交換する際のね、手数料がかからないっていう風になっておりまして、こちらもね、新規入会キャンペーンが行われておりまして、まずね、こちらも ANA のクレジットカードっていう風になりまして、ANA アメックスゴールドクレジットカードということで、こちらゴールドカードなので入会するだけで、まずね、2000マイルがもらえます。その次にですね、3ヶ月以内に25万円決済していただくと2万1000ポイント、35万円決済していただくと2万ポイント、75万円利用していただくと3万1000ポイントということで、75万円ね、利用していただいた場合の通常ポイントね、7500ポイントを入れると合計ね、81500ポイントがね、獲得することができます。まあこちらね、ポイントそのままね、ANA マイルにね、手数料無料で交換できますので、81500マイルがね、獲得することができます。で、こちらにね、先ほどの ANA のマイトモプログラムがね、入りますので、
合計すると83,500マイルがね獲得することができるっていう形になります。ということで今回ですね2つのクレジットカードをね新規入会キャンペーンをね開設させていただいたわけなんですけども、 ANA アメックスゴールドの方はですね今回ね44,000マイル獲得することができるキャンペーンっていう風になってるわけなんですけども、こちら前回までは45,500マイルがね獲得することができたということで5万円のね決済分が減るわけなんですけども、1500マイルね減るっていった形になるんですよね。まあこちらねどっちがいいのかっていうのはもうそれ人それぞれね変わるかなっていうふうに思うわけなんですけども、個人的にはね5万円しか変わらないんだったら1500マイルねちょっと欲しかったなっていうところなんですけども、まあこういった感じのねキャンペーンになりました。で ANA アメックスゴールドクレジットカードの方は前回がですねマイトモプログラムを入れて90万円利用すると92,000マイルがね獲得することができるキャンペーンだったんですけども、今回のキャンペーンはですね75万円利用していただいてマイトモプログラムね入れていただいて83,500マイルということで、まあこちらはね1万マイルぐらいね下がってるんですよね。まあ利用金額もね15万円ほど下がっておりますので、まあ90万円よりかはね75万円の方がね達成しやすいかなっていうふうに思うんですけども、まあここもね人によってね感覚変わるかなっていう感じですよね。15万円ね利用してプラス1万マイル近くねもらえるんだったらそっちの方が良かったって思う方もねいらっしゃるかなっていうふうに思うわけなんですけども、今回ね ANA アメックスの一般カードと ANA アメックスゴールドクレジットカードですね新規入会キャンペーンね変更になりましたので、まあ、今後はねこちらっていった形になります。で10月過ぎましたよね。毎年ですね10月を過ぎると ANA 側のねキャンペーンっていうのが今までね発表されてたんですけども、いやねこちら残念なことにですね今回ね動画で話させていただいているのはアメックス側のキャンペーンっていう風になっておりまして、で10月になると毎年ねANA クレジットカード側のキャンペーンが発表されて、まあ両方を利用するとさらにマイルがもらえるっていうのがね、この ANA クレジットカードだったわけなんですけども、残念ながらですね、ANA 側のキャンペーンですね、ANA クレジットカード側のキャンペーンですね、10月にね、発表された内容はですね、抽選っていった形になってしまったんですよね。まあ今まではですね、クレジットカード利用と搭乗で何マイルあげますみたいなキャンペーンを今までやって、このアメックスのキャンペーンとその ANA 側のキャンペーンでね、たくさんマイルもらえるっていうものだったんですけど、今回ね、10月に発表された ANA 側のキャンペーンは抽選でマイルがもらえるみたいなね、まあ、そういったキャンペーンになってしまったので、まあ一応ね、発行する方はね、概要欄に公式サイトね、載せておきますので、エントリーをね、していただきたいなと思うんですけども、まあどっちにしろね、ANA アメックスのキャンペーンで一般カードであれば35万円でしたっけ？そうですね。ゴールドカードの方はね75万円利用しますので、まあどっちにしろね達成するみたいな感じでマイルもらえてたわけなんですけども、まあ、残念ながらですね ANA 側のねキャンペーンは抽選っていった形になりますんで、まあ、もらえるかどうかねわからないっていった形になるんですよね。それでは次にですね ANA アメックスと ANA アメックスゴールドですね、どっちがいいですかって結構聞かれるんですけども、年会費がですねまず全然違うんですよね。このクレジットカード一般カードの方は7000円っていう風になっておりまして、ゴールドカードの方はですね31,000円、まあ両方ともこれに税金が足されるわけなんですけども、2万円ぐらいね年会費が違うクレジットカードっていう風になっておりますんで、個人的にね新規入会キャンペーンでマイル獲得を狙うんであればですね一般カードがねおすすめっていただきになります。まあ何よりね年会費がやっぱり34,000円、ゴールドカードの方はやっぱり高いですよね。私もね新規入会キャンペーン狙ってねこのゴールドカードね私持っておりますけども、まあ、これもね入会キャンペーンがなければですね基本的に入会しないかなっていうふうに思いますので、まあ、基本的にはですね一般カードの方はねおすすめっていった形になります。ゴールドカードねおすすめできる人は ANA のねダイヤモンド修行とかを毎年やられている方ですね。こちら ANA アメックスゴールドのね一番の強みは ANA のね決済していただくと100円で3ポイントつくんですよね。だからまあ100円で3マイル貯まるクレジットカードなんですよね ANA の関連で決済すると、まあ、そこがねすごい強いかなっていうふうに思いますので、 ANA のね航空券ね毎年かなり購入されるっていう方はですね ANA アメックスゴールドねおすすめかなっていうふうに思うわけなんですけども、まあそれ以外の方であればですね一般カードの方がねいいのかななんていうふうに
思います。 ANA アメックスのゴールドカードね、他にお勧めできるポイントというとオファーですね。アメックスにはオファーっていうキャッシュバックキャンペーンがね来るんですよね。まあ私の動画でもね何回か解説出させていただいておりますけども、ANA アメックスゴールドはですね、一番オファーが来るクレジットカードですね。この前もヨドバシのキャッシュバックも来ましたし、イオン系列のキャッシュバックも来ましたし、ホテルのねキャッシュバックも来るっていう形になりますんで、まあ私ね、プロパーのビジネスと ANA アメックスゴールド、ヒルトン、アメックスプレミアム、あと SPC 持ちすぎですね。まあこんだけね今私持っているんですけども、この中でね多分 ANA アメックスゴールドね一番オファーが来るクレジットカードだと思いますので、まあこの点はねいいかなと思うんですけども、このオファーっていうのはですね毎年変わりますんで、今もねサンドラクトはウェルシアとかで、サンドラクトベルシアとマツキヨだったかな、ちょっとこれに画像出しておきますけども 10% キャッシュバックっていうオファーね今来てるんですけども、これもね ANA アメックスゴールドにね来ているっていう風になりますんで、まあこれから発行した方がですね今後ね同じようなオファーがタイミングよくねまあ来るかっていうのはですねちょっと保証ができる部分ではないので、いい点だなとは思うんですけども、まあ保証ができないんでね、このポイントをおすすめポイントに入れていいのかっていうところはねちょっとあるんですよね。オファーがねたくさん来るっていう意味ではですね、このアメックスのねクレジットカードはもともと年会費が高いわけなんですけども、このオファーでね結構元を取っている方もねいらっしゃるかなっていうふうに思いますので、 ANA アメックスゴールドはねいい点かなっていうふうに思いますかね。まあこういった感じになりますね。ということで今回ですね、 ANA アメックス一般カードと ANA アメックスゴールドクレジットカードのね新規入会キャンペーンが変更になりましたので解説ねさせていただきました。一応ね今回この解説させていただいているキャンペーンはですね、アメックスのね入会方法は公式サイトと既存のウェブ紹介、あとアメリカンエキスプレスの営業担当っていうねこの3つに分かれているわけなんですけども、今回ですね解説させていただいているのはアメリカンエキスプレスのね営業担当経由っていう風になりますんで、ちょっとねウェブ紹介の方はねまだこうなってないかなっていう風に思いますので、もしね発行検討されている方はですね、動画の概要欄にねブログとツイッター載せておきますので、そちらにねお問い合わせフォームもしくはツイッターの DM ねいただければ、アメックスのね営業担当の方紹介させていただきますので、まあ、そういった感じでね利用していただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マイルドバンバーホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方ですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。